こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の安倍首相が台湾を WHO に参加するべきとの発言で、台湾蔡英文総統も反応し、大きな励ましだと述べていた。それと、米国もかなり台湾をプッシュしてきているし、軍部にまで米国は協力的になっている。コロナウイルスでの猛威が心配される中、日本もまたウイルス対策は必要になってくる。米国が行う軍備の提供について見ていきたい。台湾へのエコひいきがかなり感じられる。少し前の話となるが、2018年6月、アメリカの台湾への出先機関である米国在台協会 AIT の台北市の事務所が新たに建築されるというニュースが報道された。この米国在台協会 AIT という組織、あまり日本では馴染みが薄いかもしれないが、設立は1979年まで遡るものであり、いわゆる中国とアメリカの国交樹立に伴って設けられたものだ。これはつまり中国と台湾の政治上の扱いから生まれた組織であり、その成り立ちを知る上ではこの両国の第二次世界大戦後の変遷を抜きにしては考えられないと言える。ご存知のように今でこそ中国といえば中華人民共和国のことを指しているが、これは第二次世界大戦後に蒋介石国民党と中国大陸での争いを制した毛沢東共産党が建てた国家だ。毛沢東の共産党に敗れた蒋介石の国民党は、太平洋戦争の敗戦で日本が撤退した台湾に逃れ、この地で中華民国を名乗り、当初はこちらが正式な中国として国際的に認められていた。しかし1972年の田中角栄総理による日中国交回復や、1979年のジミー・カーター大統領による米中国交回復を経て、中国大陸の中華人民共和国側が正式な中国の座を奪還していった。こうして我こそが正当な中国であると互いに主張していた中華民国台湾と中華人民共和国は、国際政治上からは中華人民共和国が勝利を収め、台湾は国家とはみなされない状態となった。日米はじめ世界各国が広大な面積と人口を抱える中華人民共和国を中国と認めたことは、悪く言えば史上欲しさにはしごを外したものとも言えるが、今に続く台湾の頑固率を招いた原因だろう。本来当然のことではあるが、政治体制上からは日本やアメリカなどの資本主義国は共産主義と対立する関係にあったのだが、さすがに大陸と島とでは台湾の政権の劣勢は明らかだった。しかも中華人民共和国は自国と国交を結ぶ条件として台湾を国として認めないことを標榜していたため、半ばなし崩し的に台湾の国際的な地位は下降の一途をたどることとなった。こうして中国とは中華人民共和国のことであり、台湾はその一部に過ぎないとする中国共産党のコンセンサスから、国家ではない台湾には大使館の代わりに米国在台協会 AIT が置かれたのだ。同様に日本でも
台湾を国家としては認めていないことから、長らく正式な外交上の関係は閉ざされることとなり、台湾の内情についても語られることが少ない状態が続いている。日本でもよく知られている歌手のジュディ・オングさんや、プロ野球の大スター王貞治さんなども台湾の出身者であるが、こうした政治情勢から台湾自体に注目が集まることは稀だった。近年、日本のサブカルチャーが人気を博していることや、かつての日本統治の影響もあり、比較的年配層を中心に日本語が通じることで取り上げられる機会も増えたとはいえ、国交がない影響は大きい。ことに、台湾に対する歴史的な経緯、つまり、日本の統治がいわゆる植民地支配であるという視点を抜きにしては、語れないことも、日本から台湾を論じる上での障害となっていると言える点だろう。そのため、台湾が親日的であるとする言説も日本の報道においては、あえて無視されてきたとすら感じられ、日米ともに中華人民共和国との関係悪化を恐れて、今に至っているとも言えよう。そうした中で、米国在台協会 AIT の台北市の事務所が新築されたことは、昨今の米中貿易戦争が取り沙汰される中でのアメリカの台湾回帰の方向性の表れだと見る向きも多い。特に2019年には台湾の要請に応えたアメリカ議会が F-16 戦闘機の最新型であるブロック70-72型や中古とはいえ M1A にエイブラムス戦車を売却する承認を言ったことが報じられた。ただし、台湾の立場に立てば、これまで再三の要求にもかかわらず、中国との軋轢を懸念したアメリカが、最新の兵器の導入を控える政策を取ってきたことは、忸怩たる思いをしてきたことだろう。この間に急速に拡張を続けた中華人民共和国は、いよいよ長年の目的であった台湾への武力侵攻をも本格化させうる兵力を整え、台湾海峡を伺うほどの海軍力を保持するに至っているからだ。先頃は5隻目にあたる航空母艦の建造は技術的な困難さから中断したと報じられた中国海軍ではあるが、すでに遼寧に続く国産の航空母艦まで配備しており、圧力を強めている。先の F-16V 戦闘機の導入は、兵装に空対艦ミサイルを実装することで、これら中国海軍の航空母艦への有効な抑止力となるものと期待されるが、潜水艦は、自国での建造を始めたばかりだ。台湾海峡を防衛するという観点から見れば、中国の水上戦闘艦への対応という部分で潜水艦は必須と思われることもあり、難しいとはいえ、日本からの協力をできないものかと思えてならない。強大な中国の経済力を前にして、こうした攻撃型潜水艦など、日本の協力が有効だと考えられる分野ですら台湾への支援を行えない現状を見るにつけ、残念としか表現ができない。